台風2号は華南で熱帯低気圧に変わりました。こちらご覧ください。昨日発生した台風2号ですけれども、上陸した後華南内陸の方に進みました。こちらの方で、台風としての勢力というのが、衰えて熱帯低気圧になったということになります。衛星画像を見ていきますと、この辺りですね、熱帯低気圧の中心がありますということで、日本への直接の影響はなくなったんですが、この雲の帯を見ていただきますと、梅雨前線に取り込まれていくだろうということが想定されます。この梅雨前線に取り込まれた後の影響ということでいきますと、どうも南西諸島、特に先島近辺に影響する可能性があります。コンピューターのシミュレーションで見ていきたいと思います。今5日になっていますけれども、戻しまして、これからこれが熱帯低気圧ですね。そして梅雨前線がありますけれども、先島諸島近辺3日にかかってくるというような状況になりそうです。これを降水のモデルで見ていきますと、3日の0時から移していきますと、先島諸島ですね、特にこちら先島諸島から、沖縄本島にかけて、3日の午前中に激しい雨が降るというふうに予想されていますので、先島諸島の方は3日の午前中の雨、ご注意いただきたいと思います。以上、予報センターより台風2号が熱帯低気圧に変わったといった情報をお伝えいたしました。最新情報はウェザーニュースアプリの方でもご確認できます。